How to make a hammock。 簡単にできるハンモックの作り方、用意するのは大きな布、何でも構いません。その次、普通のロープ、端をこのように結んで輪っかにします。では早速ロープをかけていきましょう。最初に輪っかにした部分にロープを通します。これはこのようになっています。次はこの木からつながっている部分とカーテンの端をつなげていきます。伸びているロープに、下から手を突っ込みます。そしてこのロープの先をつかむとこういうふうに結び目が、手の内側の方に来ますね。このまま手を引き抜いていきます。そうするとここに輪っかができます。この輪っかにカーテンの端を通します。このまま、こっちの紐を引っ張るとギューッと見えるでしょうか、カーテンが閉まっていきます。この後はグッと引っ張ってあげましょう。これで、木の方もこちらのカーテンの結び目も重さがかかるほど締め付けられるようになっています。同じようにして反対側も作業します。見ての通りこのままだと長すぎるので少しつまんであげましょう。ハンモック完成です。